先輩。ね、先輩。ちょっと、聞いてます？は、生返事。ねえ、今週末、ここ行きましょうよ。え、土日は混むって。仕方ないですよ。私たちのお休み、土日しかないんですから。それに、同じ会社なんですから、二人揃って有給はなかなか難しくないですか？それに、そんなことしたら、絶対噂されちゃいますよ。何がって。もう、鈍いな。あの二人、付き合ってる？とか思われちゃうんですよ。ま、別に私は構わないですけどね。え、なんでそれは困るんですか？は、じゃあ、内緒にして、お付き合いしましょう。もう、何回目ですか？私の告白断るの。いや、もっといい人とかいないです。私は先輩がいいんですよ。っていうか先輩も、すんなり会社の後輩を家に入れてる時点で、ちょっと好きでしょ？いや、私が勝手についてきて、先輩の家に押しかけましたけど、ね、もう、こうなったら、ぎゅー。え？何してるのって、先輩の背中越しに抱きついてるんですよ。あ、先輩、もしかして、意識しました？え？してないの？汗臭いから話してほしい？え、普通に嫌ですけど。はい、嫌です。話しません。それに、先輩、別に変な匂いしませんけど。初めて言いますけど、私、先輩の匂い好きなんですよね。え？嗅いじゃダメなの？なんで？汗臭いから？あ、じゃあ先輩、私とお風呂入る？思いっきり動揺してる。いや、してないって背中越しに心臓バクバク言ってますけど。付き合ってないからお風呂はダメなの？え、じゃあ付き合ってくださいよ。私、こんなに先輩に好きを振りまいてるのに。は？他の人にはしてませんよ。先輩のバカ。だって、なんでそんなこと言うんですか？私こんな好きなのに。私がホイホイいろんな人に好きとか言ってると思われるなんて、心外なんですけど。ああ、もう、先輩見る目ないですね。私拗ねました。もう離れます。もう先輩なんか、抱きついてあげないです。私、向こうで寝てますから。え？横になったらスーツシワになる？もう、違うでしょ。そこじゃないでしょ、言うこと。そうですよ。ちゃんと謝ってくれないと。ねえ、先輩。本当に私と付き合うの嫌ですか？迷惑なら、やめますけど。それとも、何か迷ってるんですか？やっぱり、年の差ですか？でも、私と先輩、言うほどそんなに離れてなくないですか？そうですよ。それに、周りの目、気にして好きなことできないの。私は嫌です。はい。だから私、会社にいない時でも、先輩の隣にいたいなって、思ってるんですけど、ダメですか？え？今、いいよって言いました？いや、それって、だって今の、付き合ってほしいって意味なんですけど。え、知ってるんですか？
じゃあ私と付き合ってくれるんですか？ぎゅー、先輩好きです。